僕が使ってる用品紹介っていうのをやっていこうかなと。このラインセラーがね、僕が調べた中で一番安い禁止品、これが一番万能かな。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが全校生徒くんです。いや、具志堅ですよ。あれ具志堅か。おー、全校じゃ、おーって、どうしたん、入れてきたの、なんか新しい風を。いや違う、ハードルおかしくなってるから。具志堅も生徒は合ってます。合ってる、はい、下の名前生徒って言うんですよ、僕。あ、お前生徒っていうの。いや、言ってたでしょ、だから成立してるこれ。そう。してたか。そうか、全校生徒は合ってる。上が具志堅か。そうです。うわ、ごめんごめん、ちょ、全校生徒に引っ張られてた。懐かしいな、全校生徒、全校生徒集合ですみたいな。ああ、全校生徒、校長先生の響きは懐かしいでしょ。ああ、全校生徒ね。はい、まあまあまあ、そうだけど学校のやつ。あ、でも嬉しいわ、そう、思い出にも浸れる自己紹介ができて俺はすごい嬉しい。ああ、思い出っていうのは塗り替えていくもんだから。あ、思い出は超えて超えてだから。うん、今回のこのクワカブの部屋の撮影、うん、最高の思い出にしていこう。いや、熱いな、握手が。はい、ということでちょっと普段と違う感じで、作業じゃないんですけど、はい、結構前からずっとコメント欄とか DM とか Twitter のとかインスタのDM とかにもちょくちょく来てたんで、そろそろちょっとこれもやろうかなと思いまして、うん、僕が使ってる用品紹介っていうのをやっていこうかなと。ちょっと正直だ、まあ、需要あるのかちょっと不安なところなんですけど、普段ね、質問コーナーみたいな後半に設けたりしてたりするんですよ。その質問コーナーの時って結構昆虫ハウスの方にいたりして、そっちで質問答えてたりするんで、そのワインセラーとか品番何ですかとか言われても、あ、その場でパッと答えられなくて、まあ、なんかでっかいの使ってますみたいな感じで曖昧になっちゃうから、今回はもう見ながらちょっとゆっくり調べつつ何使ってるかちょっと紹介していけたらと思いますんで。はい、じゃあちょっと具志堅も立ってもらって。なるほど、だからまあここをぐるっと回るみたいな感じになるのかな。新しい、そう、新しいというかいつもと違いますね。いつもと違うからもう動き放題。いや、そんなブラブラしなくていいんですよ。まあとりあえずこの家の方っていう感じですね、うん、で評判良ければ、あ、まあいや、それは最後ですね、最後に言おうか。あ、昆虫ハウス始める前に手応え感じてるの希少すぎるからな。じゃあもうこっから行きましょう。まずこのワインセラー、このワインセラーは桜製作所のゼロクラスプレミアム低温冷蔵ワインセラー103本で、まあ他にもこう22本から売ってたりするけど、まあこれ結構高い、もう17万。うわ、でも22本はまあ5万ぐらいって感じかな。でもこれよりも全然安いのとかもあると思う、もっとちっちゃかったり、はい、3本ぐらい禁止目入るぐらいのやつとかもあったりするからあれだけど、まあ僕一旦とりあえずこれが一番最近買ったワインセラー、15度に今設定してるんですけど、18度まで上げられる。あ、20度、ごめん。あ、こんなタッチでできるんですね。これで15度に設定したこの温度が、下の段がその温度ぐらいになる。あ、うん、まあその中入れてる量にもよるんだけど、うん、でちなみにこれ今下が15度設定で18度になってるね。これがちょっとここの下の温度なんですけど、まあ上が20度前後ぐらいになってるんで、今ちょっと量が多いから中入れてる。でこのまあちょっと別件でちょっと話入ってこなくなるかもしれないから一応言うのが、この紙はなんで入れてるかっていうと、まあ一応湿気取りみたいな。ここ湿度が相当高くなるんで、こんな感じ新聞紙入れてるって感じなんですよ。まあ話戻して、このワインセラー、これはね、僕はアマゾンで買ったやつで、そのアマゾンで買ったらその送料とかかかんなくて、置いてくれるからアマゾンで買いました。まあ、このサイズにしては個人的に安いのかなとは思ってるけど、で、この下のやつ、ちょっとね、下のやつ、これ正直これ一番最初に買ったワインセラー相当前なんで、2017年ぐらいかな。なんでちょっと見つけられるかわかんないですけど、このワインセラーも、Amazon で買ったやつですね。でこの時はやっぱこのちっちゃいサイズにした理由、本当は大きいやつが欲しかったんだけど、大きいやつが高すぎて、このぐらいのサイズでやっぱ2,30してたから、ちょっと高すぎるなっていうので買えなかったから、まあ仕方ないし、これがね、このサイズでワインセラー、当時ちょっとやっぱ今よりも値段高かったんだよ、ワインセラー自体。
それがこれだけちょっと安かったから俺買ったんだけど、今もう売ってないかもしんない。ワインを入れたことはあります？一度もないね。あったけどやっぱ取り扱いしてないですね、これは。エイシンっていうメーカーらしいです。ローマ字でエイシン。ワインセラー、これ180リットル、48本収納、70センチぐらい高さで、奥行きも40センチかぐらいのやつだけど、まあもう廃盤なんで多分もうこれは紹介してももう意味ないかな。ちょっと昔に買ったやつ、うん、で、このワインセラー、このワインセラーがね、俺読めないんですよ。これです、とりあえず。スタイルカラー、スタイルクーラー、スタイルクーラーか。まあこれも180センチのサイズの一番でかいやつで、で、これはね、ヤフオクで買ったやつなんですよ。多分結構前のやつだと思います。あ、これか。チーズ探してんのかと思ってました。え、なんでよりによってチーズ、誰だ、俺ネズミじゃないから。これ製造年2015年なので多分廃盤かもしれないですね。ただこの会社はスタイルクレアっていう会社、クーラーじゃなかったです。スタイルクレアの、これは SC171 っていう型名ですね。まあ、183センチの幅50、60センチ、奥行き70センチみたいな比較的大容量のやつなんですけど、このサイズを当時買おうと思ってて、で調べたらやっぱ50万とか60万とかしてたんで、きついなっていうのでヤフオクで買いましたね。これ多分7万5千円とかで、ヤフオクで、ヤフオクでワインセラー、業務用とかで調べたら多分結構そういうのも出たりすると思います。ただ送料とかがねめちゃくちゃかかるんで、だからそれで1万5000円とかプラスになるから、結局多分これも9万ぐらいしたんです。まあそんな感じですね、ワインセラー。こっからサクサクいきましょう。で、これクリアスライダーラージサイズ、いつも紹介してる虫かごケースですね。はい、クワガタの産卵セットとか基本これで、とか小型のカブトムシ。これが、コバエ侵入抑制ケースっていうやつで、このねクリアスライダーのラージサイズとこのクリアスライダーの小サイズ、ちょっと今重なってて見づらいけど、まあこれですね、このタイプの中間がなくて、クリアスライダーに、うーん、俺全部クリアスライダーにしたいんだけど、まあ綺麗、透明だし、大か小かみたいな、そう、うん、で高さもなんかちょうどいいんだよ。うーん、だけどないからこれ使ってます。どれも昆虫ショップとか、昆虫ショップの通販とかで売ってるやつなんで、そこで調べたら出ます。で、Amazon でも買えます。僕結構 Amazon で買ってるんで、早いから、早いし、決済とかもすぐ簡単にできるから。照明はもうよくわかんないんで、 Amazon で極大 LED ライトって調べたら出てきたやつ。へー、もう結構前のこのケースね。このケースにこうゼリーとか入れたり、で、こうスライドさせてこう取りやすいようにみたいな、書類を入れるような、そう、 A4 のクリアファイルのボックス。で、最近はまあ青のやつ見つけたんで、 Amazon でこれに、これを買ったっていう。ファイルボックス青とかで調べたら出てきました。これ需要あるかな、わかんないけど。まあでももう今日はもう全部紹介しましょう。禁止瓶とかも買っとくか。じゃあまずこのパラワンとか平田を入れてる禁止瓶、DDA さんの、まあいつも紹介してるやつなんですけど、 DDA さんの F0 っていう禁止瓶、それでまあ1本500円とかこのサイズで、でもまあこれすごい禁止劣化も遅くて勝手がいいですね。やっぱ二度食いするタイプの平田とかにはすごい重宝する。で、これはまあ大桑なんですけど、北斗めぐみ菜園っていうところで買った禁止瓶、カンタケっていう菌の禁止瓶ですね。これは結構安いからこれにしました。と、常に在庫を抱えてくれてるというか、禁止瓶が足りないなってなった時にこれをバッて大桑用に買ってみました、去年。僕今回初めて使ってるんで、これからはどうかは分かんないですけど。で、これこの瓶の禁止瓶のやつ、でかいな。これはもう松のインセクトっていう大桑型に定評のある禁止瓶みたいなやつで、これもね、結構菌糸の劣化が遅くて、で、幼虫も結構そんなにぐんと体重が伸びるタイプじゃないのかなっていう、今回使ってみた感想ですけど、ただ単に。ゆっくり右肩上がりに着実に体重伸ばしていく感じの、なんかそんなに幼虫も暴れたりして体重が減るとかがあるんだけど、そういうのが一番少なかったかな、てかなかった菌糸瓶。だから安定してる菌糸瓶な気がする。これもまあサイズちっちゃいのか大きいの、このサイズまであるんで調べてみてください。大桑で使ってるもう一個の禁止瓶がこれは、神長キノコ園っ
さんですね。キノコ園なんす。そう、やっぱキノコ園がやっぱ金の取り扱いはもうプロだから、多分そういうことなんじゃないかな。ここはね、なんか時期によって禁止瓶取り扱ってない時もあるから、今の時期やってませんっていう時もあるから、まあ多分そんなに今予約スタートですとかそういう時期があるんで、まあサイト神長キノコ園で調べてもらってお知らせがあるんで、そこチェックして使ってみたらいいかなと。これが一番やっぱ大きく今のところだけど、こっからまだ全然多くあのオスもいるから、サナギがこれからどの禁止瓶がどれぐらいのサイズかはまあどんどん分かってくるんだけど、今のところはやっぱ神長キノコ園さんの禁止瓶使ってた大クワが一番でかくなってるかな。一番安定して幼虫が 30g 以上になったのはこれだったね。ただその時期的に一気にバッて買わないといけないから、特に今年は俺大クワがそんながっつりやったのは初めてだから、ちょっと抱えすぎちゃったりとかあって、でこれも一応カンタケ菌っていう、その北斗系菜園でした。菌と前同じ菌使ってるカンタケ菌っていう菌種なんで、はい、まあ、それが大きくなるのかもしれない。まあでもこれもすごいおすすめですね。ちなみにギラファとかも今は DDA さんの禁止瓶で使ってます。お、あ、この宮崎の大クワ、これもうちょっとサナギになっちゃったりしてるんですけど、僕が調べた中で一番安い禁止瓶、ドルクスオーナーズショップさんの、まあ、それで調べたら出てくるんですけど、トレハロース入り禁止瓶みたいな、多分1本210円とかかな。なんか普通の禁止瓶の半額ぐらい、安いっすね。安いし、まあそんなに悪くないかな。虹色とかも結局60ミリ近く出るし、1本これ食わして。こだわりの SRD シリーズですね。あ、それの、トレハロース入り SRD 禁止ですね。あ、平竹菌。あとはその黄金鬼とか、レギウスとかそういう大津屋系、河原菌糸っていうまた別の菌を食べる種類がいるんだけど、そいつらは今のところもうこの2つですね。ルカディアスーパーホワイトっていう、ルカディアっていう、まあ、有名な河原菌のやつを、まあ、僕は今は、アルティメットミカカブクワさんのところで買ってます。ただ結構いい値段するんで1本1000円ぐらい。へー、やっぱ河原菌糸自体が高いから。で安いところで河原菌糸買って、その河原菌糸でブリードしたんだけど、サイズも全然伸びなかったし、結構途中で落ちるやつ多かったから、やっぱちょっといいやつでも、まあ、ちょっと高くても実績あるやつ買おうかなっていうのでそれにしてます。それとランバージャックのオリジナルの河原菌糸、これもいいんですよね。この2つですね、河原菌糸で、まあ菌糸瓶がそんな感じで、はい。で人工溶質を入れてるケース、まあ、人工溶質ってそのサナギの部屋を崩しちゃった場合にその安全な場所に入れるとか、まあそういう感じで使われてるんですけど、それのケースがとりあえずこの100均のケースですね。これも今でも売ってる、はいはい。これがまあちょっと横を切ればちょうどいい感じで入るんですよ。で空気穴開けなくても問題なさそうなんで、まあ心配な人は空気穴開けてフィルターが売ってたりするんですけど、そういうの貼って小林侵入を防いだりとかしつつでいいと思います。で中がこの、これがオアシスっていう吸水スポンジを削ってこうやって作る。でこれはまあ全容ですね。もうすぐそのサナギになるのとサナギになったパラワン、そう不意にちょっとクワガタ出てきたけども、今回は多分これでクワガタの出演は終了だと思います。でこのオアシスも僕はまあたくさん使ったりするんでアマゾンで買ってます。多分アマゾンのやつは下に URL 載せてるんで、概要欄多分そこでちょっとぜひ見てください。あ、でこれはこれですね、トロブネ、はい。これはまあアマゾンでトロブネ買えるんで、まあ、これと同じやつがあるかわかんないですけど、僕は、ランバージャックで相当前に買いました。もうだから始めた時9年前ぐらい9年目なんだ。9年目。もう1回買えばずっと使える。そう、1回買えばずっと使えるから。でアマゾンで、まあ、10から多分60とかまで売ってるんで、それもぜひ、それもまあ概要載しときます、とりあえず。でちょっと戻って、ここら辺の備品、じゃこれはもう全然関係ない木で、でこのポリ袋、分別用ポリ袋、これはまあ僕土を入れ、一回仮入れするためのやつ、捨て土を、もう使わなくなった土を仮入れするやつなんですけど、これは上京するときに母親がこれ持ってった方がいいよって言われてたやつがまだ残ってたっていうやつですね。何年前ですか？10年前
長持ちだな。でまあここら辺はちょっと今汚いんですけど、100均の、ね、氷作るやつですね、はい。でこれは何だろう、小物入れみたいなのなんですけど、あービーズみたいな。そう、ここ上蓋があったのを外したやつです。仮置き用のにしただけですね、うん。でまあこれはもうガーデニング用のスコップ、これもまあ通販でも買えるだろうし、普通にホームセンターとかも全然売ってます、はい。で昆虫ショップでも売ってるとこ全然あるんで。でここら辺の、ここら辺はね、まあスプーンは、スプーンとかはもうランバージャックで買ったやつですね、ずいぶん前に。とかビートロンとか、まあ昆虫ショップ行けば売ってるし、まあ遠くて行けない人はアマゾンとかにも売ってるんで、うん、多分基本アマゾンで売ってると思うんで、調べてあったら載せときます概要に。でこれは DDA さんで買ったデジタルノギス、これも0からスタートで、こう数字がまあこう200ミリまでいけるっていう、今のところ全世界のクワガタカブトムシ測れるサイズのノギスで、これこうやってホールドって押せば、このサイズでもずれちゃっても、このまんまでいてくれるから、そのサイズ分かんなくなってもう一回測り直しとかもいらない。だからすごいやっぱ便利ですね。ただ値段は結構1万円ぐらいするんですけど、まあただね、一生使うって考えたら全然安いかなと。でこれは俺がね、ずいぶんもうこれだから、こっちでブリード始めてからすぐ買ったやつで、やっぱもうノギスといえばこれなんだよ、やっぱクワガタの。俺が見てたのは虫社が出してるビークワとかでよく乗ってたノギスだからこれ買っちゃったんだけど、まあこれもすごい丈夫だし、サイズもこれももう200何ミリ220までいけるから、これももう安定して測れる。だからこれもね、結構いい値段したんだよ、8000円ぐらい。おーしますね。当時よく分かんなかったから外しちゃったんだけど、ここにネジがついてたの。はいはい、ネジがついてて、その手で回せる、だからそれで多分こうやって固定しとく役割だったんだよね。それがでも突っかかって邪魔だったから、もう捨てちゃってそう。でもこれもすごいかっこいいし、もう便利。ドルクスダンケかな、ドルクスダンケ、中野にある、中野とね浦和の方かなにある場所、ちょっと一応調べてみよう。はい、ドイツのサッカー選手みたいな、ドルクスダンケ。あ、ドルクスグッズごめんなさいドルクスダンケはまたちょっと別でした。で、このハケとかここら辺はもう何気なく入った KODA2 とかホームセンターで使えるかなと思って買ったやつですね。あ、まあ、はい、なにこれさっき俺言えてた、ハケ、はヤスリ、ヘラか、ヘラ、ヘラクレスは好きなのにヘラは全然出てこないんだこれはなんか、これが飼育ケースだとして、側面に土がへばりついてるやつをこう、そぎ落として洗いやすくするというか、ためにすごい使えるし、産卵着を切るとき、産卵セット組むときに周りの皮を剥ぐのにもまあ実際使える。あで、まあこれは生態をこう剥くためのやつとか、っていうので使ってます。で、まあこれはヘラクレスの里っていうまあショップがあるんですけど、で買ったやつですね。これもまあ禁止瓶の穴を簡単に開けれるんで、結構力いるんで禁止瓶開けるのって、はいはいはい、で穴開けたところに幼虫を入れるためのグッズとして、これすごい使えるやつ。最初の初齢幼虫とか入れる用のやつですね。これはすごい買っていい。でこれ、これがそれの派生のさらに大きいサイズ、 25g までの穴掘り、禁止瓶の、25g 以上の穴掘り、60までかな、対応が 60g まで、 60g までやったら基本禁止瓶使うやつの種類で言ったら、まあもうそれを超えるのってパラワンとかスマトラぐらいだろうから、うん、まあ、基本これでもある程度対応できるし、もうそこバッて掘っとけば、あとはもうスプーンでちょっと広げるぐらい簡単にできるから、はい、これ使える、これ、はい、これめちゃくちゃいい。ちょっといい値段するけど、これももうなんだかんだその飼育始めてからずっと使ってるんで、6年7年ぐらい使ってます。そんだけ使えるってなったらやっぱ丈夫だしね。そうっすね。2つセット7000円。でまあこれ、これはもうそのシリコン製のピンセット、これもう幼虫とか卵とかそのデリケートなやつすごいつまみやすいんで、指の力だとどうしてもほんと優しく持たないといけないから、指で持つ場合だったり、うん、まあスプーンですくう場合、卵、そしたらやっぱ手って意外と震えるから、慎重になればなるほど、特にその卵がこう落ちちゃってどっか行っちゃうみたいなのを防ぐやつとしてはすごい重宝する。しっかりつまめるし、シリコン製で柔らかいから
その卵も傷つけない、幼虫も傷つけない。これも本当は、緑とオレンジで、2つセットで500円ぐらい売ってるんですけど、僕は緑なくしちゃうんで、いつもこれだけになってます。あ、これはね、ビートロンさんにも売ってるかな、ビートロンさんっていう昆虫ショップ。ただまあそこは通販はやってなかったと思うんで、これ今もうアマゾンとかでも売ってるんで、ヘラクレスの佐藤さんかな、僕はこれ買ったのは。なんで調べてみたら出てくると思うし、まあ概要に載せときます。はい。で、余ったマットを入れるための袋、ジッパー式のポリ袋、 A3 サイズと B4 サイズ、これがまあ大体10リットル売りされてるマットと同じぐらいのサイズの袋。はいはい。で、こっちが5リットル売りされてるマットと同じぐらいの袋っていうので、だからこの2つ、2種類を使って余ったやつとか、なんかマット同士を混ぜ合わせてもう袋がないやつとか、まあ、これ使ってるんですけど、これもアマゾンで買えます。やっぱアマゾンすごいね。何でもありますね。何でもある、うん、最近もう困ったらアマゾンやっぱ開いてもう調べるもんね買い物は。うん、あ、まあでも確かにそうかもしれない。アマゾンで何でも買っちゃうな、うん、送料無料がでかいし、そのプライム会員だったら無料とかさ、翌日到着とか、はいはい、あります。早いっていうのがすごい個人的にはありがたくて。で、これもアマゾンで買った、ダークブルーニトリルグローブ、そんな名前だったんだ、うん、はい、の L サイズ。これはまあ M とかもあるんですけど、ブルーね。そう、ブルー、超綺麗なブルーの手袋。これが100枚入り、普通のゴム手袋でも密着性のある手袋だから、なんかまああるんだろうけど、探せばこういう感じのやつ、はいはい、普通に探した時とか100均とかに売ってるのって、どうしても指とその手袋の空間がスカスカだから、ちょっとつかみづらいというか、でちょっとスルッて抜けたりするから、ちょっと大変だから、まあもうできるだけ手に馴染む手袋として、まあ基準で選んでるんですけど、これはそれで言ったらもうめちゃくちゃ馴染むし、まあ何より青がすごい綺麗。紫っぽいですけどね。いや、もうありえないぐらい青地球が嫉妬するって言われてる。めちゃくちゃ青じゃないですか。そう、青すぎて。これもまあアマゾンで買えますね。で、まあこれもアマゾンで買った、マスクですね。医療用マスクみたいなやつ。ああ。これ50枚入りの色ブルー。だからマスクブルーで調べて出てきたやつです。好きだな。で、これ、この、禁止瓶とかの上に貼ってるフィルター。ああ。持ってた方がいいね。便利。ああ、何でも。うん。その酸素足りなそうだなってなってるケースとかを、例えばハンダゴテとかで穴開けて、とか霧とかで。で、そしたらそのままにしてたらコバエも入ってきちゃうし、新聞紙とかを挟んでコバエ入んないようにするけど、やっぱ新聞紙とか湿気で蒸れちゃって破れちゃうとか、幼虫が食い破っちゃうとか出てくるけど、これあればそれパッて貼るだけでいいから。これも DDA さんで売ってますね。1枚売りとかでやってる。それをもう大量に買ったってだけど。あ、ちなみにこのカゴ、コンテナ的なやつ、これ折りたたみ式コンテナで、これも Amazon で1個売りだったり5個売りだったり10個売りだったりで売ってるんで、これもなんかこうスチールラックの下の空間とかに収めやすいんで、便利かな。これが一番俺が探した中では低かった、その高さが。あ、そうだから本当はね、こういう空間にも入れたかったんだけど、これだと入んないから、高さ的に。なるほど。こっちの空間に、はい、禁止瓶を管理してるカゴ、これはやっぱ大量に飼育するってなったらやっぱめちゃくちゃ便利。例えばこうラベルをいちいち、例えばこれとか、こうやって生態の管理してるオークワの、まあ、血統名とか類代表記とかバーって書くじゃん、はい、これがたくさんいすぎるとやっぱこれ書くだけでも何時間かかるみたいなことになって、労働的にしんどいから、例えば16とか、まあそのカゴで管理するみたいな、ここのカゴに入ってるのはもうこのクワガタですよみたいな感じで入れとけるし、こうやって普通に引き出してこう取り出すこともできるから、これすごい便利で、これはもう昆虫ショップとかに全然売ってますね。で、まあランバージャックで買う時もあるし、まあ具志堅が買ってきてくれたのもあるし、 あるけど、まあ基本は DDA さんで購入してますね。一気にバッと。DDA めちゃくちゃ使ってる俺。なんかサプリみたいにずっと言ってるけど、昆虫ショップですね。お店。マット、まあ水苔、これはアマゾンで 500g のやつを買ってますね。で、これは母親がなんか差し入れ送ってくれたやつなんですけど、へー、なんかアマゾンで買ってるやつよりもすげえ丈夫そうな厚手のやつで良さそうだけど、どこで買ったかは知らないんで、だからまあこれも多分あったらこっちの方が多分分厚いからいいと思います。で、まあこれはもういつも通り産卵一番、クワガタの産卵セットに結構
構万能なやつ。まあどこでも売ってるかな。ランバージャックか、まあ、Amazon で買ってますね。やっぱもう自分で持って帰んなくていいっていうのがでかいというか、あだしすぐ買えるっていう、昆虫ショップ行かなくてもいいっていうのはすごい便利。これほぼあんまり使わないけどベーシックマット、もう何の添加物とかも入ってないし発酵もしてない、ただ粉砕しただけのカラッカラのマット、はい、クズみたいな。これも DDA さんで買いました。はい、これまあオークワとかの、その幼虫管理しなくていいやつ、とりあえずただの床として使ってるやつですね。でこれはまあハイマットなんで、幼虫に使ったマットをふるいかけて糞を取り除いたマットなんで、これはもう別件ですね。でまあここら辺は200のプリンカップ、卵とか管理したり、はいはいはい、小さい幼虫とか小さいクワガタ用の幼虫とかを入れてるカップ、ここら辺はもうその場その場で買ってるかな。一番必要とされてる。うん、俺このカップちょっと嫌なんだけど、200のこのカップの感じ、こうこのタイプ密閉できるんだけど、はい、このタイプよりもこっちのタイプ、ちょっとこれサイズ合わないからあれだけど、こうカチャってなるタイプ、あーやそう密閉でシュッて感じより、うん、こっちの方が俺好きだから、まあもうカチッとはまる感じが、こっちにしたいんだけど、それ結構ランダムだから、前はこれだったけど今回これだったとか全然あるから、これ DDA さんですね多分。あとりあえずこのでっかいサイズ830なんですけど、これ DDA さんで買ったやつで、でまあサイズもいろいろあるんで、まあ基本どこでも多分プリンカップクリーンカップで売ってると思います。でこれよりちっちゃい120サイズのやつとかは Amazon でも売ってました、クリーンカップで調べたら。これですね、モンスターマットですね。モンスタークワガタの幼虫用のマット、んマット管理してるやつ、マットでその成虫に持っていくやつなんだけど、これも DDA さんで買ってるやつで、段ボールで買って袋詰めしてるって感じです。はい、これはまあ幼虫管理用のマットとして、はい、ですかね。まああとはこの100均で買う、なんだろう、もう自由帳のざく切りにしたようなやつ、はいはい、これはもう何でもかけて貼れるから便利っていう、ラベルみたいな、そうラベルみたいなやつで、でまあこの U マット、低添加マット、その幼虫が落ちづらいマットかな。成長する、なんだろう、添加物があんまり入ってないから体に優しいマット、うん、とこの N マット、そういう何添加物が全く入ってないからなお優しいマット、この2つはもうランバージャックさんで買います。あ、これもヘラクレスの里さんで買ってますね僕は。そのこれのな本店みたいな八王子にあるんですけど、 RTN っていう昆虫ショップのマットなんで。あとなんか気になるのある？でもあこれとは、あ、道具箱でしたっけ、もう今あんまないんじゃないかな。でもまあこれ用のケース売ってたやつがあって、 Q ボックスっていうシリーズなんですよ。あ、 Q ボックス10、20、30、40みたいな、はいはいっていう感じのやつで、まあ40、まあ数字が上がるたびに大きくなっていくんですけど、サイズ50まであって、はいはい、Q ボックスで調べて出てきた場所でまとめ買いしたやつです、もう7年ぐらい前。へえ、そうだから今あんまないかもしれないけど、ホームセンターでこういう感じのやつはたくさん売ってるから、こういうのやっぱ密閉性っていうか湿度も保てるし、管理としてはすごいいいのかなとは思ってる。ここら辺とかもこれバークチップ止まり木、こういう感じで、でこのチップもサイズも選べて、で袋のサイズも選べるから、これはまあそのサイズやったら M 35リットル入りで50リットルまでいってるから、たくさん使う人とかも一気に買うでもいいし、でもこれ M サイズのやつみたいな、これも Amazon で買ったやつですね。でそれで忘れてたので言ったら、ここら辺、これはもう、ペレットっていう針葉樹を圧縮したマット、消臭効果とダニとか雑虫をが嫌がるマットだから、成虫管理にすごい使ってる。でもこれはプロゼリーっていう、もうみんなが知ってる有名な、高タンパクなゼリーと、これ植物性ゼリーっていうので、新成虫羽化したてで餌を食べ始める個体とかにおすすめなゼリーっていうやつ、それとこの隣のパウダーインゼリー、これはその産卵セットを組む前の1ヶ月から産卵セットを組んでる間と産卵セットを組み終わった2週間までに食べさせると効果があると言われてるゼリー、うん、
この2つをまあ基本使ってるみたいな感じで、あとこれかな、これ殺虫灯、業務用殺虫灯、これも Amazon で買ってるやつですね。もうお店に置くやつですもんね。そう、これにコバエがぶつかって星になるっていう、あ、これに寄ってくるっていうやつなんで、これ1万4000円ぐらいかな。まあでも1万4000円でね、コバエ大量に倒してくれるんだったらっていう気持ちで俺は、あ、でまあ Amazon で買いました、 Amazon で買いました、 Amazon で買いました。ヘビーユーザーだな。で Amazon で買いました。 Amazon、 これ島中これはしましてですね、普通に、あ、はい、普通にいい購入品紹介。ここら辺が、ここら辺も木っていうのがいいよね。あ、ここ鉄のやつ多いけどこだわりがテーブル感が出るんで、あ、折りたためる、そう、折りたためるし、うん、あとここの材かハイパー肉薄刃材っていう、肉薄刃材っていう、まあ、オークワとかドルクス系産卵剤、はいはい、としてたくさん結構効果ある。うーん、去年オークワ1セットで70匹ぐらい取れたりとか、だからもう基本これ使ってるし、肉薄刃剤、これはね劣化が本当に遅い、ゆっくり朽ちてくから、瓦剤は1ヶ月で結構もう柔くなってちょっと使い勝手悪くなったりするんだけど、肉薄刃剤は5、6ヶ月経ってもまあまだ使えるから、長持ちする。で、黄金鬼とかレギュースとかの産卵用の木として使ってるのがハイパー霊視剤、基本は。あとはまあアルティメットミカカブクワさんの霊視剤だったりするかな。で、これをハイパー霊視剤っていうのがどこに売ってるかってなると、西日本昆虫社さんですね。西日本になっちゃうんだ。そう、西日本昆虫社ストアトップ、どこなんだろうな。まあでもに、そう、そこですめちゃくちゃ頻繁に買うけど、どこから届いてるかあんま見てないそうっすよね、そいつが届けばいいから、物がね。そうだから、これねすごい人気で、全然その入ったらすぐ売り切れるの繰り返しだから、うん、結構頻繁に見た方がいいかもしれないですね。ちなみに値段で言ったら、このタイプでこれ2本入りで基本まあ1400円ぐらい、んー、だから1本700円ぐらいですね。ハイパー霊視剤安い、ちょっと安い、その他より霊視剤の中では。で、安定してるし、これが一番でかいラックってことですか。あ、このラックのシリーズってみたいなあるじゃないですか。あ、これは150だね。ああ、じゃあもうちょいあるのか。そう、180まであると思う、多分。ああ、なかなかないっすよね。そう、結構でかいのってあんまなくて、いいこう150、150、180まであったけど、多分サイズここの横幅考えて2つにしたかったから150、2つ買ったはず。で、90で、これ90の高さが150のやつ。あ、もうこれ上に乗っけて、で、まあこの温度計とかね、この上と下測れるタイプの、この上が、上のやつが下のやつ、で、これがここ高さで、この最高気温と最低気温も見れるんで、これで、これが24度がマックス、下の段はで、8度の時もありましたよっていう。へー、多分窓開けた時なんだけど、これ、うん、これが一番万能かな、このこのタイプだったら、上下測るタイプだったら、この家だと。こっちの方がね、まあ、デジタルというか、まあ、アナログ、もう最低と最高だけで、これはね、これあのありましたね、うん、最近 YouTube をやってる方がいて、あ、大兜の部屋っていう方がいるんですよ。あ、その人が紹介してて、もうめちゃくちゃいいなっていうので、早速 Amazon で購入したやつ。101号室にもある。そう、めちゃくちゃ買ったこれもうその 1,2,3 ってあって、もうインっていうのがここの温度ね、はい、で、湿度も測れるっていうのがすごいありがたくて、で、63% だったり。で、この 1,2,3 はどこにあるんだってなったら、そのもう遠隔で、待って、リモコン式のやつ、だからどこの温度でも測れるっていう、すごいぞ。で、これをまあネジ開けたら分かるんだけど、 1,2,3 ってスイッチがあって、はい、1で設定してたら1の温度計に出てくるみたいな。で、2に設定してたら2の温度計に出てくるみたいな。これめっちゃ便利、どこでもいいし、スマートだよね、シンプル。そうね、ただ結構な距離あっても本体と反映されるらしいから、うん、例えば寝室の方にこれ置いといて、虫部屋にリモコンのやつバッて置いてて、
で寝室でゆっくりしてるときに急遽なことが起きても対応できるみたいなのもできるらしい。まあそんな感じですね。はい、結構ちょっと説明あーだこーだって長くなっちゃったんですけど、はい、まあ僕が使ってるのはこれっていう感じだだけで、うん、はい、皆さんの中でいやこっちの方が使いやすいよとかこっちの方が便利だよっていうのがあるかもしれないですけど、まあそういうのもあったら教えてほしいですし、皆さんも参考になる部分あったらぜひその買ってみてください。ただいい値段のやつとかもあったりするんで、うん、そこはまあ僕はこれ使ってますっていうだけの話になりますけども、まあ興味あったらぜひ概要欄に、Amazon で買えるやつは載せとくんで、はい、ぜひちょっと Amazon で、まあ、そこ飛んでいいなと思ったら購入してとかやってくれたらいいなと思います。動画内で紹介した禁止瓶とかのやつとかは、まあ、ぜひ検索ネットで検索してみてください、うん、はい、もうすぐ出るんでそのお店の名前とクワガタカブトムシみたいな感じで入れれば、まあ、そんな感じですかね。ということでもうほんと説明だらけの動画になっちゃったんですけど、はい、ぜひ、まあ、参考になったのと思った方、具志堅が眠そうだったなって思った方バレてましたカクってなってたよちょっとね入ったらすぐ売り切れるの繰り返しだから、まあ、ちょっとね専門的な、ね、具志堅に優しくない感じの動画になっちゃったけど、ね、それ気づいた方とかもいたら高評価チャンネル登録もお待ちしております。はい、はい、そんな感じで今回の動画も以上です。ご視聴ありがとうございました。